なので、まあ、今年はあと7ヶ月でオリンピックです。だからスポーツが黒人だと言ってる方っていうのはどれだけあのバックグラウンドがあってですね、テレビやインターネットでそういう話をしているのかっていう、大抵はですね、そのスポーツ選手のほとんどが、日本の場合はですね、日系人を除いては、私のようにですね、昔から子供の頃からスポーツに親しんでいる方って山ほどいるので、むしろですね、不自然に映るのは、こうした方々は、違うんですけれども、過去の偉人の名前を、大量の健康偽造健康保険に紛れてサクッとですね、例えば私の場合水谷姓でしたけれども、すでにもう19世紀で捨ててるんですね、水谷姓っていうのは。なので、私でさえですね、例えばどっか後進国に行って、偉い人の名前をですね、日本人だと言ってこうそれらしく振る舞っていけば後進国で登録できないことはないっていうですね、なので相当怪しいなっていう、なので、第1回アテネオリンピックからですね、100年以上経ちますけれども、今年何かまた、だからそのイレギュラーにですね、もしこの、トライアングルの無数にできた、この100年間でですね、アップヘベルによってですね、ムーンライトとか、マグマとかサンシャインとかです、リフレクトしてできたものがですね、何かその、もし映像として撮れたらとても面白いことで、というのは過去そういうことがたびたびあったからなんですね。で、先日 その男性がですね、若い日本人の男性が駅でその、とても小さなベトナム移民の方にですね、こう言い寄られて、その後ずさりしているっていう場面はですね、実はその逆のですね、男女が逆になって、そういうことはよく見られたことなんですけれども、ちょっと珍しい句ですね。女性のベトナム移民の方がですね、芸能界においてですね、男性も女性もベトナム系の方は、それで、映り込んだので、何だったんだろうと、なんですよね。そうなんですよ。だからその、もうほとんどあれ日本人だと思っていて、中野区とか杉並区にもう50年前から多かったって、系統の方と芸能界の方で、ただごわだかり族というと、100年も住んでいれば日本国民だろうと、差別だと言ってくる方いるんですけれども、今戦後まだ70年しか経ってなくて、ちょっとした内乱の時期というか世代交代でですね、船橋と名古屋同時放火っていうこともありますけれども、そうなんですね。だから古いベトミンの方がですね、定住化してもう日本姓を名乗っていて、で割と後世に下るにつれて80年代まではこのミャンマー系の方がですね、移民として日本に来てって、だからミャンマー系の養子の方ってとっても多いですけれども、だからそういう、こういう後進国のですね、工業伝統的にその芸能工業が発達した人口の多い国の方々っていうのは、だいぶほとんど東京を牛耳っていて、不動産業者とかですね、思うように経済がですね回らなくなってきているっていう、入り口に入ってきているところ、それはその明大生とかですね、が大量に時事通信に社に、大量じゃないですね、ほとんどの大量の明大生がですね、試験にも出ず、授業にも出ずですね、卒業して、例えばその時事通信社とかですね、メディア関係に多く就職、芸能界とか多く就職したってこと、その直後にですね、地下鉄サリンが起きたってこと、とてもその、JAL の墜落から、興味深い時代なんですね。後から考察する分にはですね、で考察する際にですね、実際にその時代をですね過ごした方々の聞けると、今だけで、大変面白い時期に来ているっていう、同時にこういうツールも発達してですね、個人がこの SNS とかですね、警鐘を鳴らしているのはメディアだけで、そうしたですね、既存の、新しい新進のですね、半ば言論統制にあったようなですね、明治維新以降のものでですね、違ったその事実が出てくるっていう、
プリントアウトしたですね書物以外のですね、事実が出てきたら大変面白いっていう、特にそのほとんどの日本のですね、例えば世界史の教科書とこうしたあの地理の地図地形図ですね以外はですねかなり異なっているっていう、日本の特殊なですね、明治維新以降の記述がですね大変特殊っていうのはもしかしたらその偽造健康保険証大量発行事件と、何か関係してるかもしれないんですね。というのはこちらの方々がですねやっぱりその日本人のその例えば小川大平さんもそうですけれども、ベトナム系の方とミャンマー系の方が、例えばこちらの白人あの白アジア人のですね、小川姓とかその、もう名乗ってあの合法的に公務員として働いていたわけですから、そうしたこともですね、法律に触れてなければ例えば婚姻とかでですね無理やりしてきたのかもしれないですし、それはですね、去年一昨年ですねそういう似たような状況になったからですね、八王子とか神奈川の方でですねこれだけ結束したちょっと極左、明大閣僚閣僚卿以来のですねあの方々はどこに行ったのかと思ったらこんなところに行ったのかみたいなですね、それがウエスト東京とですね八王子から神奈川のあたりだったので、今日産の問題日産が問題になってますけれども、あの方もベトナム系なんですよね。ベトナム系というかベトナム移民です。3世4世の方が、日産のですね、社長か何かに就任して全く、本当に、こちらの方がですねほとんどの、日本の企業ですね、同時にですね観光系古い観光系の方で 白観光系の方ですよねの方っていうのはですね、よく男性もそうですけども、昔からよくいて保守的な職業、日本のですね調剤師とかあの、医療関係に多かったんですけれども、教育職とかですね、最近はですねその、とってもよく似たイラン系の、イラニアンコリアンですね、ホワイトコリアンのものに、若い世代に出てきて、たまたまその国分寺のセレオの中でですねインド系の方と2016年から18年にですね、自由にこの裏口から出入りしてるのを見てびっくりしたんですけれども、例えば女優さんだったら牧陽子とかですね、あれがイラニアンコリアンですよね。なので相当外国の方はあれを韓国人白韓国人と思ってるみたいなんですけれども、大体ですねそのイラニアンコリアンっていうのはですね、四半世紀前にはすでにいて東京のですねジャズバーを仕切っていたっていう、若いうちにですね、そうなんです、新宿の2丁目とか3丁目あたりで、自分でジャズの喫茶店を経営したっていう方かなりいたんですけれども、それぐらい民族的にその、趣向というか好み変わって、一見韓国系に見えてですね、そういうイラニアンコリアンが増えてるって。でだからその韓国人っていうのは陸続きでですね、ちょうどブロックのここの、イエローシーっていうのとイエローリバーのですね、壁あの防壁みたいになっていてですね、たびたび巻き込まれることが多くて、ベトミンコリアンが例えば星のコーヒー系ですとか、日本の芸能界に多いですねベトミンコリアンの方、とばっちりを受けているのが、ホワイトコリアンでですね、なので大変あの、日本人も容姿は良くないですけれども、極端の方はですねそういうその、巻き込まれている状態というのは向こうだとあの、北欧の方のブロンドの方の、コピーのような中東のブロンドの方ですよね、そうです。だから、不思議なもんで違う民族なのに、よく似た骨格顔立ちっていうことになってきて、それはもしかしたらその野良猫 の毛並みの柄ですけれども、2ヶ月で産んでいく。でどうしてそれがですねこのページのそのままのですね、そしてあの彫刻家よく墓石業者か彫刻家掘ったようなあの石とです、こことそのイギリスのです、地形図にぴったり合うっていう、それで何かヒントになるかなっていうことです。
まあ、その猫の毛並みの件もですね、意図してそうしたわけでもなく、タイミング的にその私のその水谷姓、ペリー来航の前年のですね、最後の、その誕生日に出てきたので、目の前に現れたということ、大変面白い。北欧の方ではですね、グリム童話とか昔から不思議なことがあって、似たような不思議な話の童話になってていっぱいあって、あんまり驚かないそうなんですけれども、まあ、北欧も、まあ、そういう意味ではそのスコットランドとグラスゴーってことでですね、ホワイトコリアンとホワイトジャパニーズっていうのは似たような、まあ、保守的な職業についていることもあって、まあそうなんですけども、千葉県はですね、もともと多くて、古い中国系のノースイートのホワイトチャイニーズとかですね、なのでこの、ちょっと話それるんですけれども、最近千葉日報が面白いというか、面白いって言ったら失礼ですけれども、まあ、編集者の方がですね、割とその極東人っぽい表現をするので、まあ、なかなかその、全国紙と違ってですね、全国紙だとやっぱりこちらの方が多いですね、メディア関係、日本の、まあ、千葉日報はですね、やっぱりその保守的な韓国人の多い地域、千葉県ですね、もともとはですけども、の表現がやっぱりやや韓国人の表現ですけども、ほとんどですね、読んでるとなんとなくその昔の韓国人の方が書いているのかなっていうような内容になっていて、面白いんですね。東京新聞も面白いんですけども、千葉日報がとても面白いですね。そうですね、で全国紙がですね、そうしたその東南アジア系の、ジャーナリストとか記者の方が増えて、まあ、それはその明治大学と時事通信の関係のようなもの、あれ以降なのかもしれないんですけれども、だからややその、最新とかその、その書いてる方のですね、意向が反映されるっていうのが、まあ、大体の新聞社の特徴なんですけれども、やや変わってきていて、で何が何でも IT とですね、新しいもの好きとか、新しいもの、高級のもの好きっていうのがですね、こちらの方々の日経民の特徴 で割と古いですね、この例えば千葉日報とかで古臭いですね、ホワイトコリアンとかそのホワイトジャパニーズとかノースイストチャイニーズ、ホワイトですの方々っていうのはですね、やっぱりこう過酷な特殊な地域に育ったせいなのか、そういう影響も民族性もあるのか、とってもですね、こういうその自然の現象とか研究者に多い、韓国の保守的な職業に多いですね、医療とかその教職とか、例えばその、まあ、まあ食料支援まではいきませんけれども、まあ同期関係の一歩手前ですよね。そういう方々が多くて、なかなかですね、真面目